アンソニー・ジョン・ウォルターズは、アメリカ合衆国カリフォルニア州、サンディエゴ・グンビスタ出身のプロ野球選手。右投左打。MLB のロサンゼルス・ドジャース傘下所属。2010年の MLB ドラフト3巡目で、クリーブランド・インディアンスから指名され、プロ入り。当時のポジションは、遊撃手だった。契約後、傘下のルーキー級アリゾナリーグ・インディアンスで、プロデビュー。5試合に出場して打率、211、3打点、2盗塁を記録した。2011年は、A- 級、マホーニングバレースクラッパーズでプレーし、69試合に出場して打率、292、1本塁打、20打点、19盗塁を記録した。2012年は、A 級カロライナマドキャッツでプレーし、125試合に出場して打率、260、8本塁打、58打点、8盗塁を記録した。2013年より、捕手に転向。この年も A 級カロライナでプレーし、80試合に出場して打率、277、3本塁打、33打点、3盗塁を記録した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、サプライズサグアロスに所属した。2014年は A 級アクロンラバーダックスでプレーし、94試合に出場して打率、243、1本塁打、34打点、3盗塁を記録した。オフには2年連続でアリゾナフォールリーグに参加し、ピオリア・ハベリーナズに所属した。11月20日には、ルール5ドラフトでの流出を防ぐために40人枠入りした。2015年も AA 級、アクロンでプレーし、65試合に出場して打率、209、2本塁打、17打点、3盗塁を記録した。2016年2月12日にトミー・ハンターの加入に伴って DFA となった。2016年2月18日にウェーバー公示を経てコロラドロッキーズへ移籍した。開幕はメジャーで迎え、4月5日のアリゾナダイヤモンドバックス戦で捕手としての守備から途中出場し、メジャーデビューを果たした。初先発出場となった4月10日のサンディエゴ・パドレス戦でジェームズ・シールズから初安打を記録した。71試合に出場し、打率259、出塁率327を記録した。守備では盗塁阻止率308、FRM プラス 11.9、デフプラス 18.2、DRS プラス5とデビュー1年目から好成績を残した。2017年はチームが正捕手を固定できない中、捕手陣では最多となる83試合に出場し、打率240、出塁率341を記録した。守備面で盗塁阻止率389、FRM-0.2、デフプラス 8.8、DRS-1 を記録した。2018年はダイヤモンドバックスから移籍してきたクリス・アヤネッタとの併用で出場し、2年ぶりに本塁打を記録するも打率170、出塁率292と打撃面では結果を残せなかったが、守備面では盗塁阻止率268、64試合と前年からは減少するも、守備指標で FRM プラス 9.6、デフプラス 14.8、DRS プラス12と好成績を収めた。2019年は自己最多となる121試合に出場し、打率262、出塁率337を記録し、守備面では盗塁阻止率343、FRM-8.2、デフプラス 3.5 を記録するも、DRS ではリーグ3位となるプラス8を記録した。また二塁手として4年連続、三塁手としては3年連続での出場となった。2020年シーズンの給与として、球団側は単年190万ドルを提示したが、ウォルターズは単年247万5千ドルを求めた。2月10日に調停回避のために公聴会を開き、結果は球団側に軍配が上がり、翌11日に単年190万ドルで契約に合意したことが発表された。オフの12月2日にノンテンダー FA となった。2021年2月11日にピッツバーグパイレーツとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。3月30日に自ら選んで契約を途中で放棄するオプトアウトを行使し、翌31日にシカゴカブスと単年のメジャー契約を結んだ。4月14日に DFA となり、18日にマイナー契約となって代替トレーニング地へ配属された。4月26日に再びメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。5月19日に再び DFA となり、22日にマイナー契約で傘下のトリプルA級アイオワカブスへ配属された。ありがとうございます。